寄付は、新末民発の政治家。北京政府、国民政府の要人。多くの重要な対日交渉に参与した。旧名は、少林。字は、洋城。原石は、石膏省加工府加工圏。寄付と、小海石1904年、石膏部美学堂に入学した。まもなく新朝の官費により、日本に留学し、東京新武学校に入学している。 1905年、中国同盟会に加入している。また、1907年に、紹介席長軍と新武学校で知り合った。1908年、陸軍測量1910年、帰国した。1911年10月、武将記念が勃発すると、寄付は、上海へ赴き、陳その美を補佐さして、革命派の放棄に参加した。11月、 陳その美が古軍都督となると、寄付が参謀条件古軍第二子市長に就任した。なお、紹介席もこの時に帰国し、古軍第二子第五団団長に就任している。陳その美、寄付、紹介席は、息統合し、名兄弟のちぎりを結んだとされる。1912年1月、南京臨時政府において、寄付は孫文から、 兵坦総監の兼任を命じられた。遠征外が臨時大総統となると、寄付はチャンスーと特府参謀長に転任した。1913年、二次革命に、しかし革命派は敗北し、寄付は日本を経由してアメリカに亡命した。民国5年、帰国して石膏省で五国戦争に参戦した。五国軍勝利後は天津に占理。 しばらくは著作活動に励んだ。1921年、寄付は北京政府のワシントン会議代表団の顧問として正解に復帰した。翌1922年2月、朝尚総内閣の処理外交総長に就任している。その後も、高齢内閣、顔営業内閣で教育総長を務めた。1924年10月、 兵玉省による北京政権に参画して直霊派を失脚させる。寄付は兵玉省の指示により代理内閣総理に就任した。しかし、法典派の反発を受けたため、同年11月、段期随の臨時失勢就任により短期間で寄付内閣は崩壊した。寄付は天津にしばらく空挙して機会を伺う。1926年11月、 国民政府の北伐により、小解析が南省に入ると、翌年1月、寄付も南化して、国民政府に参加した。同年7月、上海クーデター後に成立した、上海特別市の初代市長に任命された。1928年2月、国民政府外交部長に就任している。同年3月から、寄付は、第一次南京事件の事後処理にあたり、アメリカとの間で、 協定締結を行った。しかし、同年5月に発生した災難事件において、寄付は事件発生当時に災難にありながら、章とともに現場から逃亡したとして、国内から激しい非難を浴びる。寄付は、間もなく外交部長から辞任に追い込まれた。その後は、在野にありながらも、長軍らの申請学系を支持する立場で、著作活動を続けた。 1933年5月、寄付は行政院中北平政務整理委員会委員長に任命され、ン空協定の秘密交渉に従事した。5月31日、最終的に協定が成立した。しかし事実上、満州国を承認する内容であったため、寄付は、またしても、非難の対象となった。1935年春、委員長を辞任して引退した。 1936年12月6日、肝臓癌のため、上海で死去。去年57、ありがとうございます。